はようございます。今日は朝ごはんを作っていきます。昨日買ったアルバートハイのクロワッサンがあるんです。で、ここに全部置いて、ごめん。今日はヨーグルトに、この洋梨かな、サフランス入れようと思います。フランスってこの上のとこまで食べるんですかね。どこまで食べる場所なのかよくわからないんですけど、これをヨーグルトに入れます。ヨーグルトはいつもこれ買ってます。これめっちゃ大容量、これ1週間ぐらいで2人で食べきるんですよ。食べ過ぎかな。ちゃんとストックもある。これこれが美味しいよな。あ、甘くないからいつも蜂蜜ちょっと足して食べてます。こんな感じ。はい、でこれを入れる。残りのモッツァレラチーズ、これもサラダにのせます。2個ぐらい。
ちょっと焦げちゃった。平日の朝ごはんはね、いつもゆで卵とヨーグルトなんですよ。いただきます。ヨーグルトに蜂蜜ちょっと、はい。蜂蜜って最後めっちゃ硬くならないですか？前このラップをこうやって蓋したらちょっとマシやったから、そっからこうやって保管してます。いつもフルーツも持ってないけど、今日は土曜日やから、甘い。このヨーグルトがギリシャヨーグルトみたいで美味しいんですよ。なんかおしゃれなサラダや。ちょっと焦げたけど美味しい。4個で1ユーロってめっちゃ安くないですか？パンダに来てからアーモンドバター、あ、違う、間違えた。ピーナッツバターにめっちゃハマって、毎日ピーナッツバターのパン食べてたんですけど、私家にあんまりお皿がなくて、家主さんのお皿と日本から持ってきたお皿とあるんですけど、新しいの欲しいな。なんかアムステルダムとかにいいお皿屋さんみたいなのないですかね。そういえば美容院が再開したみたいで、ほんま美味しい。ラフランスも、私もまた美容院行かないかな。今日は土曜日で天気もめっちゃいいんで、どっか遊びに行きたいなと思ってて、どっかって言ってもあんまりどこも空いてないから、どこやろ、公園とか。はい、今日は私の朝ごはんにお付き合いいただきありがとうございました。あれ？何これ？あ、大丈夫か。この動画がちょっとでもいいと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。